先月、子育て世帯への10万円給付について取り上げたアベプラ。ゲストは倍の20万円給付を主張する令和新選組の大石晃子議員でした。しかし、それ財源はどうするんですか？財源は国のお金です。あ、でも国のお金だけど、その国のお金はどこから作るってことですか？新規国債の発行ですね。国債といえば、ゆくゆくは返済しなければいけない国の借金というイメージですが、みんなで今その国の新しいお金は国民が返さなきゃいけないって言うんですけども、うん、そうじゃないよっていうことなんですね。そうじゃないということはどういうことですか？国民が返さなくてもいいよ。誰が返すんですか？その塩漬けにしててもいいし。多すぎる疑問点と短すぎる放送時間、全ての疑問が解決されないまま終了。そこで今日は、政府の借金はあなたの借金である、そう洗脳されている。でもこれは大きな間違いです。令和新選組山本太郎代表に直接質問。前回の疑問点を踏まえ、令和の経済政策はコロナ禍で停滞した日本経済を救うのか。竹山 VS 令和新選組第2ラウンドのスタートです。はい、山本代表に直接話を聞ける機会ということで、皆さんからのご質問はハッシュタグアベプラでどんどんツイートしてください。お待ちしております。はい、さあでは竹山さん、お願いします。はい、まず山本さん、これを今日こう番組なんですけど、はい、ちょっと腹割ってちゃんと俺先言っときたいなと思ったんですけど、まあ、スタッフはいろいろバーサスとかそういう風にしてる流れもあるんですけど、バーサスでも何でもないです、これは。はい、はい、で、どっから話せばいいかな、山本さんが役者の時以外ですよ、うん、国会議員になって、はい、国会議員になる前とかに、初め、もしぶっちゃけ言うと、初め僕山本さんの嫌いだったんですよ。なんでかっていうと福島の問題とかがあったから、はい、僕福島大好き で、で嫌だなと思ったんだけど、山本さんの、VV とかいろいろっちゃのネットの配信とかいろいろ見るうちに、山本さん福島駅行ってね、もう演説してたじゃないですか。はい、でちょっとおっかないおじさんとかも来たじゃないですか。そうですね。でもその時に、山本太郎という政治家がなんかちゃんと面と向かって話してたんですよ、そのおじさんとかと。はい、ほんで俺のこの感情ね、個人的感情ですけど、はい、俺はこの男信用できるなって今気持ちになってるわけです。でそっから俺ガラッと変わって、はい、いや同じ世代だし、あ、この人みたいな政治家でもっと本当のことガンガンやってほしいなっていうのはすごく思ってるんです。ただ僕令和の支持者ではないです。ちなみにどこの支持者なんですか？どこの支持者も僕はないです今のところは。わかりました。はい、タレントやってるんで、はい、で一応そういうのはないんだけど、だから山本さんをバーサスとかでこう喧嘩しようとかそういうことじゃなくて、なんか山本さんととことん話してみたいっていう、これからの将来を、ね、作っていくその政治家の人ですから、でそれで話したいなと思ったんですよ。ありがとうございます。っていうのがまず1個あります。はい、でもう1個、番組で、まあ、選挙前とかもそうですけど、山本さんがこうやって番組1回でこう出られたりすると必ずバトルじゃないですか。そうですね。で相手がほら経済詳しい人だったりとか、令和の考えを反対の人だったり、で言い合いになって時間なくなって終わるっていうのがあるじゃないですか。はい、それが嫌なんですよ。うん、だから僕は支持者ではないけど、令和新選組のその考え方をちゃんとお聞きしたいというか、あ、そういうことなのねっていうのをお聞きしたいということで、一応30分やりたいなと思っております。決定的な提案ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと初めに口上が長くなりすぎました。とんでもございません。ありがとうございます。大石さん来られた時にちょっと短くなっちゃったりがいろいろして、でその後にも結構ネットで、令和 の支持者にとってやっぱネットをいっぱい使う人多いから。あ、そうですか。はい、結構ツイッターとかでも僕のところいっぱい来たりとか、あと YouTube 上げてる人とかもいっぱいいたんですけど、それでまず疑問点に行こうずっと思ったのは、ちょっとここから話し始めたいんですけど、これ一番僕の疑問点ね、はい、令和の経済政策は MMT ではないんですか？よく言われるんですけど、はい、MMT とは違うんです。でも MMT とか勉強したりいろいろしてみると、はい、で令和さんの勉強すると、あれ MMT とは違う、でなんか MMT って言われるのちょっと嫌じゃないですか。嫌っていうか違いますっておっしゃるじゃないですか。そうですね。内容は MMT っていうのは一部経済学者の意見であると、はい、私たちは認識してます。うん、で私たち令和新選組が考える経済政策だったり、うん、財政政策っていうもののその元々になるものは何なんだって聞かれると、これ財務省です。うん、で財務省っていきなり言いましたけど、何なんだってことなんですけど、これまで財務省が言ってきたこと、うん、やってきたこと、そういうものを勘案した上で、今のルールの中でできる最大限、うん、これが私たちの元になってるってことです。うん、でもっと詳しく言うと何かって言ったら、自国通貨を持っている国、うん、
で、自国通貨建て国債を発行している国は、はいはい、これは破綻することがないっていう当たり前の話なんです、うん、だからここを MMT だなんだっていう話になってくると話がそれてしまうので、うん、私たちはこれまでこの国の中で許されてきたルール、実際にやってきたこと、そういうものを含めた上でできるというような提案をさせていただいてます、うん、ということになります、うん、じゃその提案を教えてほしいんですけども、うん、まずはだから国債発行するっておっしゃってるじゃないですか、はい、で、山本さんたちの考え聞くと、要は国債、まあ、これね MMT を推進している学者の人もみんなおっしゃってるんだけど、結局国債は別に返さなくていいんだと、国債で金どんどん吸っちゃって、それでやっていけば国債将来的にも未来の子たちにも別に困らないんだという考えなんですけど、国債は一応ほら何となく返さなきゃいけないという流れで今まで来たじゃないですか、はい、その理論をちょっと教えてほしいんですけど、なぜ国債をジャブジャブ行くのかっていう、はい、ありがとうございます。前回この場所にうちの大石が、はいはいはい、呼んでいただいた時にも、はい、国債返さなくていいというような説明をしたんですけど、うん、これはちょっとあまりにも言葉足らず、うん、説明をちょっと端折りすぎたというようなところを私は感じているところです、うんはい、でやはり、借金と呼ばれるこの国債というものは返さなきゃいけないんですよ、うんうん、ただしこの返すっていうのは、皆さんが個人で借金を背負われているような感覚のものと、うん、政府の借金と言われるものは全く質が違うものなんです、うん、全く違うものなんです。つまりは何かというと、政府は例えば日本のような国、円を持っているという国は自分たちでお金を作れますと、うん、お金を作ったものに対してこれをどうしますかってことなんですけど、実際に社会にお金を供給するということができるんです、うん、で景気が悪いとき、はい、要はお金が社会に回ってないねっていうとき、この時にはもう賃金が上がってなくて物も売れなくてっていうような、企業も投資しなくてって言って社会にお金が回らない時には、このような財政政策、要はお金を作ってそれを供給しますというのがいわゆる政府の借金と呼ばれるものの正体なんです、はい、でこれは世界中がそのような方式を持って、経済が落ち込んでいる時にはお金を作り、そして財政出動、お金を出していく、そして社会にお金を回して景気を安定させるっていう行動をしています、うん、でこのお金、要は社会にお金を生み出しますという行為がいわゆる政府の借金と呼ばれるものなんです、はい、で逆に言えばこれが増えすぎると弊害がありますと、うん、それは何ですかというと、インフレが進む可能性が出てくる、はいはい、でインフレが進みすぎるということ、まあ、過度なインフレになるということはよろしくないので、うん、その時にはお金を回収しなきゃダメなんです。そうですね、回収する行為を税金と呼びますよね、うん、増税で、でお金を社会に生み出すという行為が政府の借金という形で生み出され、うん、でそのお金を間引く時には税金という形で社会からお金を消す行為、うん、だから一般的な個人が負う借金という概念とは全く違うものなんです、うん、でこれちょっと簡単に説明させていただいていいですか、はいはい、すいません、はい、ちょっと下の段になっちゃうかな、こうしようか、勝手にすいませんね、うん、どうぞどうぞ、はい、どうぞありがとうございます。いいですか、申し訳ない、こちらで、はい、誰の借金なんですかっていうことでちょっと皆さん戸惑われた部分があるかもしれません、説明します、うん、一般的にね、誰かの赤字っていうのは誰かの黒字じゃないですか、うん、言い方変えます、誰かの負債と呼ばれるものは誰かの資産ですよね、うん、で問題になってるのがこちらなんですよ、政府の赤字は誰の黒字なんですか、言い方変えると政府の負債は誰の資産なんですかってことなんですね。答え、民間の資産になりますってことなんです、うん、みんなの借金じゃないんだよ、政府が借金という形で社会にお金を供給する、結果民間の資産になるのが政府の借金と呼ばれるものなんだということです。それをご理解いただくためにはこのデータをご覧いただく必要があります。日本銀行です、資金循環統計、1980年から2016年までの政府と民間の資金の動きが分かります、はい、これ空にしてます。真ん中の太い線から上に行けば黒字、黒い線から下に行けば赤字、こうなります。では始めます。日本の線グラフがここから出てきます。青が民間、赤が政府です。入れ込みます、こうなります。下の部分に多くあるのが政府、上の部分に多くあるのが民間だってことを、この絵これだけでも分かりますよね。ちょっと注目していただきたいところにマークをつけます。このグラフの右半分を見ていただきますと、寄りますね、クローズアップ、こうなります。政府の赤字、下の段拡大しているときには上の段、民間の黒字はどうなってますか、拡大してますよね。政府が赤字という形でお金を作り出し、そしてそれを財政出動という形でいろんなところにお金を入れていく、うん、結果どうなりますか、民間の黒字が増えていくんです。
これが政府の借金と呼ばれるものの正体です。政府の赤字、財政出動されたときには民間の黒字になるよ、政府の負債っていうのは民間の資産なんだ、うん、という話なんです。すいません、ちょっと長めになっちゃいましたけれども、うん、それをあの山本さんというか令和新選組さんはずっとその、まあ、今のグラフを使っていろいろずっとおっしゃってるも知ってますけども、はい、それってまた反対論者の人から言うと、まあ、経済学者の人とかいろんな意見があって、はい、いやそれはそこの一部だけでずっといくと違うんだという人だとかもいたりとか、あと、うん、その結局インフレを生むじゃないかってあるじゃないですか、はい、でじゃあインフレターゲット山本さんはまあ一応 2% と言ってるんだけど、うん、まあ、3% とかになってもいいって言ってるけど 2% で一応ライン引くっておっしゃってるんだけど、はい、インフレってそのままなっちゃったらそこで止めようと思っても止められないぞっていう意見もいっぱいあるじゃないですか。私たちはそうは考えてません、うん、というよりも景気を調整することが政府の仕事です、うん、で主にそれは日本銀行が担うようなことですけれども、日本銀行と政府っていうのは一体なんですね、うん、これ親会社子会社の関係なので、このインフレデフレになってる時、社会にお金回ってない時にはお金を生み出し、お金を必要なところに出していく、これによってインフレにしていき、そしてインフレの目標とされる額に近づいた時、それを超えたとき、それが過熱したときにはそれを間引くという行為、先ほどの税金ですね、はい、お金を増やしたり減らしたりというような行動をするのが政府の仕事であると、うん、もちろん例えば日銀、それ以外にも税金で取る以外にも、例えばですけども、なんでしょうね、短期の金利を、政策金利というものを上げるということによって、うん、そのインフレを抑えることもできる、うん、逆に言えば過去の日本においては早めに政策金利を上げたことによって、うん、不況が続いた、デフレが続いたという過去もあります、うん、かなりこれ効く部分ですので、うん、そのような、心配には当たらないと。でもそれが現実的にできるかどうかは別の問題で、じゃあ今過去に今までそれでこうやってきた政府もそんなにいないわけじゃないですか、それって。 ありますよ。どこですか？日本政府ではないですが、このコロナ禍において一番これを最大限やったのがアメリカ政府です、はい、でこのコロナ禍においては、政権が2つにまたがってます、はいはい、トランプ政権、バイデン政権、はい、この間に600兆円以上のお金を出してます、うん、その間に行われた、現金給付3回、うん、600兆円以上のお金を社会に回した結果どうなったかってことですけど、コロナ禍前よりも景気が良くなったんですよ。逆に言ったら景気が良くなりすぎて、この次にはその先ほど言った短期金利、うんうん、これを引き上げるというような判断もこの先していくというような状況になります。でもアメリカがそれが全部が回り通ってるかって、アメリカのマイナス点も出てるわけで、マイナス点、いや、それ経済でそれでアメリカが伸びてるって言っても、はい、それドルが今強いっていうのもあるのかもしれないけども、アメリカの経済がうまくいってないところもあったりするわけじゃないですか、政治が割れてきてるとかそういうこともあるし、あと日本円で言うと今その政策が日本に合うのかって疑問があって、今円の価値ってものすごく下がってるじゃないですか、うん、でその時にそれをやった時にどうするのかということとかもありますし。ありがとうございます。ですね、一番考えなきゃいけないことは何かというと、日本以外の国、例えばですけれども、アメリカであったりイギリスであったりとか、その諸外国、自分たちが、お金を作り、そしてそれを、しっかりと、必要なところにしっかりと出していける、財政出動できるっていうような国は大体、景気は回復、傾向にあるわけですね、うん、でいろんな国が景気が回復していって、景気が良くなっているという状態の時に、日本の財政出動が少なくて景気がちゃんと持ち直してないという状況になった時には、当然日本の資金というのは海外の資金の方に移っていきますから、はい、だから逆にフリーになっちゃうということです、うん、だからやらなきゃいけないことは何かって言ったら、まず25年のデフレ、25年の不景気という状況がコロナの前に日本にはあったってことを、まず、うん、みんなが共有しなきゃいけないと思います、うん、25年の不景気、こんな状態が続いている国は先進国では日本しかないんです ね、はい、経済政策が誤り続けてきたってことです、うん、そこにコロナという災害がやってきたというこの状況の中でやれることは何だって言ったら、うん、徹底的に底上げしていくってことをやらないと、やはりこの経済より衰退していきます。そして今言ったような海外の景気は上がっていき、当然輸入物価はさらに上がるような状況に陥っちゃう、うん、だから今できることは何ですかっていうことを考えると、アメリカがやったことは特別なことじゃないんですよ。 MMT も何もないんですよ。この不景気の時にどのような経済政策をやるかということを愚直にやった結果、そのような、状況を今生み出されてるってことなんですね。でも為替の問題とかその辺があって、日本がジャブジャブお金吸って国債で借金してどんどんそれ出すと、うん、信用の問題っていうのもあると思うんですよ、うん、でその辺って日本だけで生きてるじゃないですか、ええ、世界全体で経済回ってるじゃないですか、はい、だからそれを日本に合うのかなっていうのと、それやった時に、はい、回らなくなるんで、結局日本だけまた変な風になっちゃうんじゃないかな、取り残されちゃうんじゃないかなとか、逆に言えば今おっしゃった通り、日本だけで経済回ってるわけじゃないだろうっていうのが全てだと思います、うん、
だからこそ日本政府もちゃんと底上げをしなきゃいけない、うん、このコロナ禍において例えばですけれども医療にかかれずに、自宅で、ね、放置されるような状態であったり、うん、それだけじゃなくてその前からもうこの国は多くの、若年世帯とかは貯金ゼロであるとか、はい、なんだろうな非正規であったりとか、はい、不安定な労働環境っていうのをもう何十年も作り上げてきましたから、うん、この中において災害であるコロナまでやってきた場合にはやはりそこは国が手当てする以外はこれは民間に対処できる話じゃないんですよ。国が手当てするための財源が借金するしかない、国債を出すしかないってことですよね。あのね、ごめんなさい、で借金っていう言い方、これがおそらく誤解を生む原因になってるんだろうと、うん、政府の借金と呼ばれるものは言い方を変えれば財政赤字とも呼ばれるし、言い方を変えればこれは国債発行残高って言われるものですね、うん、でこの残高っていうものは何かって言ったら社会に存在しているお金のことを指すんですよ、うん、じゃあ1200兆円もの国債発行残高、これを言い換えて1200兆円の借金けしからんという話になった場合に、じゃあ極論ですけれどもそれ全部返しましょうか借金をって話になったら1200兆円の増税が行われます。1200兆円の増税が行われた場合に社会にお金が残りますかってことです。残らなくなるんです。どうしてかっつったらこの世の中にお金というものが出現する方法は大きく分けて2つ、今私が説明をしている国債の発行、そして政府がその通貨を供給するという行為が一つ、うん、そしてもう一つは銀行が、貸し出しをするときに行われる信用創造、うん、このようなものによって社会にお金が流通する。政府の借金はただの借金じゃなくて、通貨を一定この社会に対して供給するため、それを、回すために必要なものなんですね、うん、だから世界を例えばね見てみてもこの国債を全て、なんだろうな償還するっていうような話にはならないんですよ、うん、元本の返済はまずしない、うん、どうしてかっつったら、もちろんですよ、それぞれの国で通貨の発行量を減らしたいという思いがあったら、国債の元本は、これ償還されます。税金を集めて世の中からお金を消しますから、うんうん、だけどそれをしないのはなぜかっていったら一定の通貨の供給量を世の中に担保するためなんですよ、うん、そんな中でだって消費税もゼロにするとおっしゃってるじゃないですか、はい、で消費税ゼロにするとその分税収は減りますよね。あ、問題ないです、はい、でそれから法人税から取るっていうこともおっしゃってますけど、うん、はい、でも所得税と法人税、法人税から取るって言っても一個所得税というものは世界に逃げちゃうじゃないですか、移転できるじゃないですか所得は。なるほど。でそうなってくると、うん、この、消費税分をどうするかってことですよね。なるほど、消費税廃止をするというのは私たちの政策です。ここにかかる費用は26兆円程度です、はいはい、でこれをやめるといったときに代わりの財源をすぐ見つけなければならないかって言ったらそうはなりません。でそこはなんて国債ってことですか。それは国債発行で問題ないです。でここ26兆円国債発行して消費税をなくしましたという形にした場合に何が起きますかって言ったら当然これ景気が持ち直すんですよ、うん、消費が喚起されるってことです。なぜ消費を喚起しなければならないかって言ったら社会にお金が回るシステムとして皆さんがお買い物をしていただく消費という行為、お金を払う行為によってそれが回り回って誰かの所得に変わっていくわけですね。誰かの消費が誰かの所得に、この循環が今よりももっと大きくなるってことです。逆に言えば25年の日本の経済停滞の中に景気が悪いのに消費に対して罰金をかけ続けるということをしたために消費が落ち込み所得も落ち込むということがあったわけです、うん、で、消費税をやめるということに関してなんですけど、なぜやめなきゃいけないかってことをちょっと触れさせていただいていいですか。すいませんねたくさんあるスライドの、うん、どうぞすいません、どうぞ今日話を聞く会ですから、すいませんね、あのこれが入る袋がなかったんであのポニークリーニングの袋持ってきましたすいませんこれが一番合ってたんですよね。はい、どうぞすいませんね、早いしね、仕上がりも早いしねあのそこのお母様すごい親切なんですよ、うん、こっちにあったかな、出ますか後であの具体的なあの政策にさらにつながるような質問したいなと思っているので、はい、あの聞かせてもらえたらなと思ってます、はい、わかった。じゃあこっちもそうやね、はい、ありがとうございます。消費税って竹山さん何のために使われてると思います。消費税はじめほら社会福祉が使う、それで使うとはおっしゃってましたけど、はい、けど単純に僕が気になってるのは税率がやっぱり25から26兆減るわけじゃないですか。あ、はいはい、今減るとね、やるとね、でそれで結局国債発行してやってってずっとやると、うん、全部適用税率を考えたときに、うん、
おそらくそれでやってしまうと初めはいいかもしれないけど結局また増税をしなきゃいけなくなってくるんですよね、うん、ほんで、うん、富裕層ってそんなに全体的に多いわけじゃないから、うん、結局その富裕層とかそこからだけじゃなく結局中低所得者からも増税しなきゃいけなくなるから結局首絞めちゃうんじゃないかっていう考えがあるんですよ。ありがとうございます。まず消費税26兆円これを国債発行で行います。結果どうなりますかって言ったら当然消費が喚起されます。25年のデフレ、経済不況から抜け出すためにはこれはマストだと私たちは思ってます、うん、でここに対してご心配されている26兆円の代わりの財源を国債でやった場合それを続けられるのかというご指摘だと思います、うん、はい、でこれは当然消費税をやめることによって消費が喚起されればこれ逆に税収増えていくんですよ、うん、当然そうなります。なので大体の財源は何だということになった場合に当然この社会にお金が回って景気が良くなったところのまず儲かっているところから財源をいただくということになっていきます、うん、つまりは何かと言ったら、所得税で言うならば累進税の強化、累進性の強化ですね、はい、儲かってれば儲かってるほどパーセンテージ上がって儲かってない時にはパーセンテージ下がるというやり方、うん、そしてもう一つは、法人税に対しても累進税の、累進性を、導入するっていうやり方ですね。で、ご疑問としてあるのがそういうことをやっちゃうと金持ちや企業が海外に逃げちゃうんじゃないか。海外に逃げるのと、うん、累進課税はいいと思うんですよ、はい、いいと思うけど海外に逃げちゃったり、うん、あと分社化したりとか、はい、して結局分けたりするから結局それでうまい具合にはそれ取れなくなっちゃうんじゃないかって疑問があります。一番重要なことは何かというとまず日本にある企業がどうして海外を目指すのかっていうこの根本的な部分を見つめなきゃいけないと思うんです、うん、どうして逃げるんですかってことです。でこちらです。これ経済産業省の調べなんですね。なぜ海外に行くんですかということを調べました。で複数回答ありでどういう状況が出てきたかってことなんですけどこのような答えになりました。1位複数回答ありで 68.6% この答えをしたんですけど現地での、いいですか現地での、こっちやな現地での製品需要が旺盛要は物が売れない話にならないってことなんです、うん、物が売れない需要が弱まってる日本ではこのままじゃ商売続けられないだから海外に行くしかないな、うん、物が売れる今発展、途上国であったりとかそういうところを目指そうと今後の需要が見込まれる国で第2位も 25.9%進出先近隣三国で製品需要が旺盛また今後の拡大が見込まれると、まあ、このような答えが出てきたんですけどもちろん竹山さんがおっしゃるように、はい、例えばですけど税という部分が非常に重要というふうに考えて、うん税優遇が受けられるということで海外にもいらっしゃる方いらっしゃるんですけど複数回答ありで 8.7% 程度なんですよ、うん、つまりは何かと言ったらやはりこの国の需要要は一番大きな内需というエンジンを弱らせ続けたっていうことが一番の原因であろうと、うん、まずやらなきゃいけないことはこの内需というものをいかに喚起していくか一番大きなエンジンにどう力を与えていくかっていうことだと思うんですね、うん、そういうことでエンジンを動かしていってみんなが使えるお金を増やしていくことによって当然企業にとってもうまみはあります。わざわざ海外に需要を求めなくても国内にあるんだねっていうことになりますから、うん、で特にこのコロナ禍でよく分かったのは例えばマスクなかなか手に入らない値段が上がっていくってことがありました。なぜならばその生産拠点が海外にあったから、はい、逆に言えばこういうことをきっかけに海外に移転していったこういう生産能力を国内に読み戻していきながらしっかりとやっていくってことが一番重要なんだろうと私たちは考えてます。堀さんどうぞ。堀さんお願いします。そうですね、まあ、僕は基本的に賛同してるんですけども、うん、一番大切なのは先ほどアメリカの話があったけれども、はい、やっぱアメリカの稼ぐ力と今の日本の産業界の稼ぐ稼ぎづらい、まあ、この差をお金を民間に出した時にどのようにしてこう成長につなげていくのかっていうその出し方と使われ方ですよね、まあ、このあたりが一点どうなるのかなっていうのはまず聞いてみたいですよね、うん、非常に重要なご指摘だと思います。例えばですけど先ほど私、ね、国の、政府の赤字は民間の黒字と言いました、はい、でもそれがスッと入ってこなかった人もいると思うんです、うん、なぜならば民間の黒字って俺は黒字になってないよっていう個人も多くいらっしゃると思うんですね、うん、それは、原因として何が考えられるかといったらやはりこの20年以上の間に労働環境が壊されてきたってことですね、うん、でなんだろうな個人に対してお金が流れづらくなったっていう部分が1点そしてもう1つは直接的に人々に対して生活が底上げされるような政府がお金の使い方をするべき、うんうん、例えばですけども教育費を無償化するとか、うん、例えばですけれども医療費に関しても例えば、高校生まで無料とかですね、はいはい、例えばですけれども、安定した住まいを公的な住宅を手に入れられるとか、うん、そういうことをしていけば、政府の赤字が民間の黒字民間の黒字
分かるよ、だって私自身もその恩恵を受けてるからという状態になっていくだろうと、うんうん、使い方の問題というのは非常に重要なご指摘だと思います、うん、今までは、ね、出してもそれが目詰まりして不適切なものにこう回っていったりとか不透明であったりとか、うん、分からないところもありますよね、そうなんですよね、だからこの辺が透明性があってしかもちゃんと未来の投資につながるところにお金が回るようにしましょうっていう仕組み作りがあのセットになってくるのかなっていうふうには思います、うん、安倍さんいかがですか。そうですね、まあ、僕やっぱあのちょっと堀さんの質問にも被るとかありますけどやっぱ財政出動を失敗 しなきゃいけないよねっていうのはそういう賛成なんですけど、まあ、結局それをした時に引き受ける産業がちゃんとあるんですかと。でこういうの多分中途半端にやっちゃダメで、あの産業を育てていかなきゃいけない。結局アベノミクスって何がダメだったかっていうと3本目がダメで全然産業育ってないじゃないですかと。でそうなった時に例えばアメリカの株式市場を見ていくとやっぱりそのアメリカの株式市場がめちゃくちゃ成長してるのってトップ その上位10社とかね20社とかがすごいからなんですよね。でそこだけでもうめちゃくちゃ上幅を作ってると。でそうなってきた時に多分これってすごく令和の中でのジレンマが出てくると思ってまして、詰まるところ格差を許容しなきゃいけないんですよ。格差が出てきてその出てきた格差を持ったすっげえ儲かる企業たちがさらに再投資をしてもうどん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 儲かるにしていく。それによって余剰分が生まれていくと。でその生まれてきた余剰分っていうのが、まあ、もちろん再分配の原資になっていくわけですけれども、一定のところで格差を許容してその格差がどんどん伸びていかないとある意味その産業そのお金を稼ぐ力が下がってしまうと。でここの部分っていうのは多分ある程度格差みたいなことを許容して継続して10年20年やっていきましょうっていうことを言えないとなかなか難しいと思ってるんですけど、その辺あの山本さんはね格差反対というスタンスもあると思うので、この辺の矛盾っていうのはどのように整理されてるんですか。ありがとうございます。税金の役割は何だって考えたときにね、私たちは財源そのものであるという考え方はしません。要はインフレが行き過ぎたときにそれを抑止するためのものであると。要は行き過ぎたものを、なんだ加熱しすぎたものを冷ます役割、他にもあります、悪いものを減らすとか、他にもあります。例えばですけどその格差を縮小するっていう役割ですね。だから格差の拡大というものを諦めないんじゃなくて、先ほど言ったようなビルトインスタビライザーですね、その、法人税に対してしっかりと累進性を導入したりとか、所得税に対して累進性を強化したりすることによって格差を縮小できると私は思ってます。で国がお金を多分それはあの言うことは そういうふうにしたら格差は縮小できるんですけど、うん、そういうふうにしていくと儲かる企業はどんどん儲けてくれるっていうふうにはならないんですよね。結局その例えば同じ1億円があったとしてもその1億円はどの会社が使うか誰が使うかによって儲かる力が違いますと。ある A 社さんが1億円を使うと将来10年後にはそれを1000億にしてくれますと、うん、ところがそれをその別の人に配っちゃうとその1億円っていうのは将来2億円にしかなりません。そうした時には多分国全体を考えるとその1億円っていうのを1000億にできる A 社に持たせ続けた方がいいと。そのためにはある意味その長い時間所得税もそんなに累進させずにその産業が伸ばせるように応援してあげた方がいいんだけれども、そこの部分に関しては早くからあの課税をしていくのかどうかと。累進性を早めに導入してしまうということは本当に伸びるやつらっていうのの成長力を抑えてしまうことになってしまうというふうに思うんですけど、この点はいかがですか。まあ、当然社会にお金を流し込むことによって景気が良くなりますから、その累進性という部分がどこまで上がっていくのか、その該当される、おっしゃってる産業がですね、そこの会社がどこの税率まで、支払うことになるのかというのはその状況になってみなければ分かりません。ただし当然その応援すべき産業、力入れなきゃいけないねっていう産業に関しては当然一定の控除などが考えられると思います。例えばですけど先ほどのお話で、ある意味で産業に投資するというのはかなり幅が狭くなるんじゃないかというような趣旨のお話がありましたけど、私は逆だと思ってます。逆に言えば25年のデフレの中で、幅広く投資をするということをやってこなかったのが日本だと思ってます。そう考えるならば簡単に言うんだったら、例えば介護分野に対してしっかりと投資をしていくということも必要です。でなければ、介護職員に対しての全産業平均100万円以上低いという給料というものはこれ転換していけませんから、それ以外にもあると思います。例えばですけどエネルギー分野、2000年代初頭考えてみてください。自然エネルギーを牽引してたのは日本の企業ですよ。でもそれがどうして牽引できなくなった？中国企業にそれが変わられた？本気度が違うんですよ、国の応援体制が。エネルギーの転換というのをこの先、エネルギーとの転換というものをこの先進めていかなきゃならない中で、当然 大胆にこれやっていかなきゃならない。だってあの CO2 の排出削減していかなきゃいけないという中で、この先1年間に400兆円規模のお金がこの自然エネルギーに動くって言われてるときに、このお株を中国に奪われたままじゃもったいないんですよ。日本政府もそこに入っていかなきゃ。いやそれはそうですね。山本さんちょっと待ってください。山本さんあと 5分だけいい。今度は9時半までです、はい、5分だけ喋りましょう。5分だけいいですか。はい、堀さんどうぞ。ちょっと待ってください。でも
今あのいただいたお話、うん、要はこれから伸びていくよという産業に対してそのまま累進が適用されちゃったらなかなかちょっと、うん、あの気がめげちゃうよねっていう話ですよね。だからそういう産業に対しては、例えば、うん、今の安倍さんの質問をもうちょっと分かりやすくすると、要はその再分配するときは投資先の投資先を決めるのは誰なの、誰だったんですかね、っていう話に多分なると思うんですよね、うん、今までも安倍政権下で、ね、経済特区などで、うん、そんなファミリーみたいなところに金突っ込んでたんですかって話もあったと、うん、だから要はその出し方をするときに誰がどこにどのように適正に配分していくと最大限の効果が得られるのか、その司令塔はどこの機関が担うのかっていうところは聞いてみたいです、ね、なるほど、私がやりたい、うん、すいません、だからあのそうなると私が間違ってたら困るって話ですよね、でもまあ、ちょっと待って、安倍さんとのとにかくシンプルに私やっぱ聞きたいのは、多分さっきアメリカの例を出しましたと、この2年のコロナ禍の中でも成長してるじゃないか、うん、でその財政出動でばらまいたことっていうのがすごく景気を良くしてるじゃないか、でもこれってその出ていったお金っていうのはかなりの額がまあその投資株式市場に、ま、な流れていったし、その時価総額のトップっていうのは大体 IT なんですよね、うん、今の場合でいうと。で例えば IT っていうのは まさに今アメリカの中ではそのじゃあいや GAFA みたいなプラットフォームが格差を生んでいるし彼らがお金を牛耳ってるのでいいんですかというと、だけども実際今そのエモンさんが言ったアメリカの成功の一番の原動力っていうのは株式市場にそういっためちゃくちゃ稼ぐ IT プラットフォームが、ね、利益率もめちゃくちゃいいですよ、うん、こういうようなところっていうのがいたからこそできたことなんですね。でその観点から見たときにシンプルに言うと、エモンさんはじゃあ IT でめちゃくちゃ稼ぐプラットフォーマーたちに対して累進課税を対象するのかしないのか、どっちですか、うん、なるほど、した方がいいでしょう、うん、これはでも世界レベルでやっていかないとまずい話だと思います。一国だけでできる話じゃない。でもこれはちなみに日本が今アメリカが世界中で、うん、あの圧倒的に勝ってる状態があると。でこのまま課税をしていってもアメリカが勝ち続けるのはそうだと、うん、そうすると日本が本当の意味で儲かる IT プラットフォーマーを取るっていう観点で見たら、うん、むしろ日本の IT プラットフォーマーは本当に許し方しない方がいいわけですね。でアメリカと戦うためにはそこはしない方がいいんだけど、するっていうことですね今のおっしゃる。あ、ごめんなさい、に国産のそういうものを生み出すための話ですね、ごめんなさい、ちゃんと聞いてなかったです、あのちゃんと聞き取れてなかったです、国産のそういったプラットフォーマーを世界的なレベルに引き上げていくための応援のための話ですね。であるならばそこは支援するしかないです。もう大幅に支援する。でそれちなみにお金の出し方が金融市場にお金が回るようなあり方についてのお話だと思うんですけど、おそらく今お話があった前段の部分っていうのはその金融市場にお金がこうガッとこう緩和されて流れるようなものではなくて、もっともっとその市中の暮らしに関わるような社会保障政策としてお金が市中に回っていくようなことを前提とされていて、それがあるから産業が育っていく土壌が出来上がるという話ですね。まずはパイを大きくしていく、で足元を強くしていく、まず足元を強くし、うん、パイを大きくしていくってことがまず持って必要で、安倍さんおっしゃったようにその国内の、育成していく産業の中で世界と戦っていけるような、レベルを作っていくっていうのはそれは大々的に産業投資ってものが必要になっていくと思います。そこに一般的なこれは産業投資は多分ほとんどずっと日本は失敗し続けてきてるんで、うんうん、一番シンプルなのは邪魔をしないことなんですよね、民間のね、うん、で民間が自由に好き勝手やれるようにしてそこでこう戦っていくことが産業を育てることに一番資すると思うんですけど、その観点で そもそも政府がこれは成長産業だ、これは創出産業じゃないとか言って、うんうん、こう余計な税金取ってそこに投資しますよとか、そこだけ課税しませんよみたいなことをすること自体が多分あんまりその成長することに対して貢献度が低くなっちゃうんで、むしろそれ好きにやらせた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、その点はどうですか。ありがとうございます。あのそういう観点もあるんだなっていうことをあの深く、今日勉強させてもらいました、うん、でもちろんあのそれ以外の例えばですけどね、そういうような勝手にやってれば勝手に伸びるよっていう人たちは、それでもいいと思います、うんうんうん、でもそうではなくてしっかりと底上げをしていかなければならないようなものも、多くこの国には存在しているので、やっぱりそれしっかりと見極める必要がありますね。その際にはぜひ安倍さんにまたあのご意見いただきたいと思います。ちょっといいですか。あの結局またそうなっちゃうとまた同じようなことになっちゃっていい、あの意見の言い合いになっちゃうんで進まないと思うんですけども、山本さんも時間もあるんであれですけども、結局それやるためには政権取っていかなきゃいけないですよね、どっちみち ね、 そうですね。で過半数で取らなきゃいけないですよね。でそのためもう一言で結構ですけど、はい、それやらない限りはこれ実現しないじゃないですか、うん、でも今山本さんがおっしゃった令和の考え、経済政策の考え反対の人、いや違うって人めちゃくちゃいますよね、逆の人もね、うん、いや令和が正しいんだって人もいます、はい、この辺をまとめていくっていうのはそれはいけるもんなんですか。あのまずは知っていただくってことが重要だと思います、うん、これはあの私が喋ってることっていうのはテレビ新聞とかではほとんどあの伝えられてないことですね。でもこういう事実があるんだということを一人でも多くのこの国のオーナー有権者に知っていただいて、うん、その方法があるんだったら国がそれをやれ、うん、政治がそれをやれというやはり大きな力にしていくしかないってことだと思います。それ、ね、もちろん分かります。あともう一個、まあ、あの賛同してる人も賛同してない人もいると思うんですけど、僕はちょっと
なんとなく危険だなと思うことが一点あります。それは何かというと、その令和の経済政策を令和の支持者の人、もうこれ当たり前のことだとは思うんだけど、令和の経済政策を令和の支持者の人たちは圧倒的にこれが答えなんだってことで来るわけですよね。でも一方で、でも外に目を向けると、いろんな経済学者の人とか、経済学者の人も令和が正しい人もいっぱいいますよ。でもそうじゃない、これは成り立ってないんだって意見もいっぱいあるじゃないですか。あのものすごくシンプルなことで、事実世界ではどうなってるかってことを見つめてみれば、どの国もその国債という部分に関してですね、これは借り換え借り換え、国債を借り換えて、国債を国債で返すという形をして、やはり社会に存在している通貨をこれは安定させている、要は供給量を減らさないということを続けているわけです。これ私たちがむちゃくちゃなことを言ってるわけじゃなくて、実際にそうやって、なんでしょうね、その通貨というものの供給であったりで、増えすぎたときにはそれを削るというようなことを税金でやったり、世の中からお金を消すという行為をやったりというのは当たり前に行われていることです。分かります、分かりますよ、分かりますけど、これじゃ最後一言だけですけど、夏に参議院選挙を野党共闘で行くわけですよね。どうするんですか。分かんないです、それ。でも野党、もし野党共闘で行ったときに、他の野党の人もそれなかなか理解しない人もいっぱいいますよね。あの夏はやるんですか、やらないんですか。共闘ですか。共闘の話全く出てないですよ。出てない。出てない。あの、前回の共闘っていう部分において、ちょっとあのみんな共闘に対してちょっとあの距離を置いてるところが多いですね。で、次の参議院はまたちょっと具合が違うんですよ。何かというと、衆議院の場合には290箇所の1人区、1議席を争うっていう戦いがほとんどだったんですけど、今度の1人区参議院では全国34箇所ぐらいなんですよ。だから力を合わせるとするならば、この1人区1人しか勝てませんというところを与野党対決にしていくということに関しては、一定の野党共闘的なことは生まれる可能性はあると思います。でもそれ以上の2人区以上のところはそれぞれ出すというような方向になっていくかもしれません。なかなかこれ一つにね、経済政策をしていくっていうのは難しいですけども、なかなか難しいですよね。でも今やるべきことは何だって考えたら、徹底的に底上げしていくことだろうということが一致できればいいかなっていうふうに思います。井上さん、いかがですか、今日お話しして。いやいや、時間がもちろん足りないのは当たり前なんですけど、でも一つは、その僕何度も言います、令和の支持者じゃないですけど、令和新選組の考えというのをきちっとまず主張していただくという、それが僕は一番大事なのかなと。で、これはこれが正しいというわけでは僕ははっきり言います、ないと思いますよ。正しいかどうか僕には分からないです。僕は学者でも何でもないから。ただこういう考えがあって、これは本当かな、本当にいいのかなって思うことを視聴者の皆様とかがまた調べてくれたりとか、知らない人がね、じゃあ私はこっちだ、私はこっちだというのを、知っていただけるのが一番いいのかなと僕は思いますけど、はい、こういうことってほとんどテレビ新聞では聞かれないものですよね、はい、だから多くの方々が私の話に関して半信半疑っていうことで、私は結構なんです。まずは皆さんがここからご自身で調べていただいて、その内容をどういうことなのかってことを決めていただければいいというふうに思います。わかりました。山本さん、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。面白かった。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。